本日の日付は令和3年の9月14日火曜日の夜になります。時刻は23時31分になりました。こんばんは、ドクターラスカルです。ドクターラスカル2330ライブ配信を始めます。本日の予定配信時間は1時間です。このライブ配信はオープンレック TV、 ショールーム、ツイキャス、ニコニコ生放送、 YouTube ライブで同時に配信をしております。可能な限りコメントを拾いますので、気軽に書き込みをお願いいたします。またアーカイブが YouTube の隣のラスカルチャンネルにもございますので、こちらの方もぜひチャンネル登録とご視聴の方お願いいたします。ということでですね、本日のテーマでございますけれどね、新型コロナワクチン接種の後押し問題なんていうのをね、ちょっと取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、今日はですね、とても準備がね悪すぎる日なんですね。ちょっとですね、忙しくてですね、まあいろいろ準備ができない日でございましてですね、はい。ということで、ああ、チョコさんね、入院おめでとうということで、よくわかんないですけど、なんで祝ってるんだかよくわかんないですけど、まあね、今までの経緯がわからない方には、ちょっとわけがわからない話なんですけどね。はい。ということでですね、いきたいと思います。はい。あれ？どこからが今日の、なんだわかんねえな。とりあえず、読もう。はい。皆さん、こんばんは。ということで。はい。よろしくお願いします。チャージャーさん、エドさん、スズメさん、中村さん、ベンジャミンさん、フミオさん、渡部さん、チョコさん、デルタ先生、MH さん、こんばんは。ということでね。ああ、そっかそっか。ああ、荷物減らしたけどさ、袋の胃の、胃の袋がすごい、一袋爆発してる。あ、薬の袋な。胃の袋じゃない。ごめんね、字がちっちゃいからさ。もう、潰れちゃって読めてんだよな。うん、薬の袋ね。はいはいはい。ね、インフルエンザワクチン予約取るの去年よりも大変そうですね。そうなんです。実はね。はい。まあ、生産数がね、もう物理的に少なくなってしまうというのがもうね、最初から出てますんでね。昨年よりは少ない見込みだということでね、伺っております。はい。ということでですね、やっていこうと思うんですけれども、今日は何からいこうかなという感じなんですけどね、正直言ってね。まあ、新型コロナワクチンの後押し問題ということでね、そうだな、ちょっとショールームの方はね、字が入らないので、ワクチン接種の後押し問題ということで、ちょっとね、テロップの方入れておきますね。はい。ということで、なんだろうな、まあね、いろいろこうね、まあこう今日ですね、最初にこう配信する前にですね、時事メディカルさんのですね、記事の方ですね、出しておいたんですけども、まあ、新型コロナワクチン接種の後押し問題ということで、あずさ、監査法人ディレクターのですね、水口さんという方ですね、が、まあ、書いた記事なんですけれども、まあ、実際これかなりまとえてるなというところで、やっぱりですね、この今ね、接種率、まあ、この、まあ、時事メディカルさんの表でも 50% 超え。で、今私がこう見ている指標だと、1回接種し終わった方が、12日現在で、おい、63.、ちょっとこれいいのか、合ってるのか。日本どこだ、あ、いた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 。はい。どうだね、はい、63.92% か、ね、63.92% の方がもうすでに終わっていると。でこの数字っていうのはですね、いつの間にか米国を超えました。アメリカがですね、
今ちょっと伸び悩んでまして 62.35% なんですね、うん、これ1回接種も終わってる方の数値ですからね、うん、でまあ世界的に見るとまあダントツに多いのがアラブ首長国連邦の 89.59% なんですね。で続いてまあカナダって感じなんですけれども、イスラエル入ってるなこれな、あそうだそうだ、自分で、選択をしないと出てこないらしいんですねこれね。ですね、イスラエルちょっとどのくらいの数字になってたかちょっと、入れておきたいのでちょっと待ってくださいね。あれイスラエルが項目に出てこないんだけど、そんなわけはないと思うんだよな。ちょっと待ってくださいね。これ見っかねえな。まあいいか、まあいや、そんなにね、多分まあ UAE ほどね接種率は高くないと思うんで、だからなんだよね、あんまり UAE のねこうデータが出てこないからね、内容のデータがね、だからあんまり UAE ちょっと当てないとこあるんだけど。ってことでね、いきたいと思います。はい、どういった、はいはい、ごめんなさいね、ちょっと今日はね、まあ、スーパー手際が悪いんですわ。はい、そうですね、イスラエルはねコロナよりロケットの方が確かにね危ないですね。結構たくねさんたくさん打ってくれてありがとう、私は打てないから見守るわってね、本当そうなんですよね、やはり打ちたくても打てない方ってワクチンって結構いるってことをね、これは分かってない方多いですよね。高島市長、しかもモデルナワクチンらしいよ、クルーズ船で打つらしいけど、おー、なるほどね、ほんと字がちっちゃい、高取さんかなこれな、ごめんなさいね、字が小さすぎてね、今日はねちょっと今日の配信環境は字がとても小さいのですいません、ごめんなさいということでですね、やっていきます。そしてですね、あれどこ行った、はい、Y 来月、あーみどりさんこんばんは、はい、Y まだ予約も取れていないということでね、まあそうなんですよね、まあ実際多いですよ、そういう方、年齢制限があったおかげもあるんですけどね、はい、私も裸眼じゃスマホいじれない、そうなんですか、あら、あらね、はい、ということでね、まあ、あ、福岡接種券を持ったら予約なしでバンバン打つ場所を用意したらしくてすごいみたいよ、あ、そうなんだろうね、まあそうだよね、まあ実際ね、予約がね、まあ、正直言ってこう、自治体のね、やっぱりこうスケールが小さいとある程度やりやすかったらしいんですけどね、やっぱりその自治体のスケールが大きくなれば大きくなるほどこう難しいというのはね出てたようですね。あ、年齢制限って弾かれる50代、そうなんですよね、で変な話ですけど私の世代って結構打ちづらいかもしれないですね。そのまあ65歳以上が最初にね、対象になり、その次が60歳、で、その次が、まあ、50歳以上って感じになったのかな。まあ、または45歳以上とかっていう風になって、40歳以上とかこう段階的になっていってるんですよね。で、結局そうすると、お若い方はある程度条件が当てはまらないと接種ができない状態というのがずっと続きまして、最近になってね、40歳未満の方全員解放みたいな感じになってるんですけども、まあ、なかなかね、この中で接種率が上がるっていうのはちょっと厳しいなと思ってたんですけど、まあ、そうは言ってもね、今日現在で、手元資料だと60、どうしたっけ、あ、これ9月6日だ、9月13日現在ですね、どういった、さっきの9月13日か、62.35%。あ、違う、63.92% だね。63.92%。まあ、これは結構ね、まあ、結構頑張ってるのかなと思いますよ。その条件下の中で。ただ、これ1回接種ですからね、まだね。で、2回接種した人になるとですね、まあ、ちょっとね、
そうなんですよね。あ、クラディさん、こんばんは。選挙会場で物理、あ、それもありだね。これで投票率もアップする。あ、カカ、こんばんは。はい。かかりつけ医が、かかりつけ患者でなくても接種できますって書いてあった。おお、頑張ってらっしゃるね。うん。まあ、確かにね、投票率、うん、まあね、そういうのもあるのかな。わかんないけどね。うん、なんか外勤先のオペ室、メガネは禁止でコンタクトをしなきゃいけない謎のルールあるんですよね。よくわかんないね。なんでだろう。まあ、あんまよくわかんないね。はい。まあ、熱出てもカロナール飲めばいいかって、まあそうなんだけどね。まあ、お熱だけならね、いいんですけどね。まあ確かに確かに。すいません、ちょっと今日はコメントがね、全然拾えておりませんので、コメントジェネレーターが全く追いついてこないというですね、ちょっと今日はね、ちょっと配信に難しい環境で、イブラカタバラさん、ツツさん、こんばんは、ね、カッカ、こんばんはということで、ありがとうございます。まあね、今日はね、結構ありますよ。で、まあ、この時事メディカルの記事通りです、ほぼね。で、それよりちょっと増えてるかなぐらいですね。で、まあ、1回接種にしてみれば、もう60、まあいいや、まあね、米国を超えてます、我が国ね。1回目の接種率でいうとね、もう超えております。で、ね、これね、9月12日現在で、1回の接種ね、63.34 か、9月12日で 63.34% で、アメリカが 62.27% だね。はい、って感じです。まあ、ちなみにね、9月12日現在、一番接種率高いのがアラブ首長国連邦なんですけどね。あとデンマークとかね、カナダとかフランス、ドイツと続いてくるんですけどね。まさか韓国1回目接種は日本よりも多いんだね。ちょっと米国はね、落ちてますね。って感じでございます。はい。はい、で、そうですね、まあ、かかりつけじゃない人もバンバン受け付けて、かかりつけの人に幸せが来て、打つのはかなり時間かかった。ああ、まあそうですよね。ベンジャミンさん、こんばんは。そうですよね。確かに確かに。1億2000万の国家で5割とは感慨深い。まあね。まあ、今日のその時事メディカルのこのね、記事にちょっとまあ、ああそうだなってことが書いてあってですね、まあ実際に、このどのぐらいですね、まあ受け、まあ指標ですよね、この記事の中に書いてあるんですけども、シナリオ 1A 理想的ってところで、年代別接種率で60代以上が 90%、それから40代から50代が 80%、20代から30代が 75% っていうのが理想的なんですね。で、まあ、努力で達成できそうだなっていうのが、年齢別接種率で60代以上が 85%。だからまあね、最初からね、高齢者のやっぱり接種率が高いっていうのはね、まあ、見越してはいるんですね。もういかなる場合でもね。で、40歳から50歳が 70%、20代から30代が 60%。これシナリオ B、努力で達成可能ですね。で、ちょっとこうなったら困るなって接種率、下げたいってとこですね。年代率接種率が、60代が 80%、40代から50代が 60%、20代から30代が 45% ね。だいぶ若い方の接種率が極端に低い。これ10%があるとえらい違いますからね。っていう状態は確かにね、避けたい。ただまあ、最も起こり得るのは B ですよね。で、この場合だと何が起きるかというと、まあ、ワクチン未接種者を中心に、なんていうのかな、まあ、接種のね、機会をですね、かなり、低減しなきゃいけないっていうのがあるんですね。で、まあ、かなり強いその緊急事態宣言とかの強い対策必要なんですけれども、まあ、ただ今ね、緊急事態宣言出してもね、全然抑制効いてないんで、まあ、あんまり意味ないのかなと思うんですよね。で、まあね、おそらく、
このまま行っちゃうとね、 B も達成できないのかなっていうふうにはなる気はしているんです。っていうのは、まあ、なんていうのかな、こう途中までその年齢で、きちきちとこう、食い入ってきたんですけど、なんだか途中からこうですね、まあもう、とりあえず打てる人は、もうみんな最初から来てっていう風になったんですけどね、最初からね、そうやってた方が良かったような気がするんですね。うん、まあ、今更なんで、もう、まあ、後のこと言ってもしょうがないんですけど、うん、ただまあ、今後のね、参考としてね、やはりまあ、打てる人をね、こう徹底的に打ってしまった方がね、まあ良かったのかなっていうのは、まあこれは今となっては後の祭りではございますけどね、そういう気は、私はちょっと受けております。まあ確かにそのね、高齢者が優先というところはあるんですけれども、ただね、かといってね、まあ、実際今のね、起きてる状況を見ると、その、まあ、比較的ね、その若い方ですよね、30代の方とかでも、もう亡くなってる方とかね、実際いらっしゃいますしね、あの家族で凡退しちゃってる方いますから、まあ、それを考えるとね、とは思いますよね。まあ、確かに重症化しやすいのは高齢者だったんですけど、まあ、ただここに来てね、まあ、自宅療養者のね、で亡くなる方の数がちょっと、ものすごい増えてしまっているので、まあ、ちょっとこれはね、ああ、まずいなというふうに、ちょっと私はね、印象として受けてますね。はい。接種後の心筋炎の防ぎ方ですね。あれですよ。初期であればありますよ、方法は。うん。要するに接種後ですね、やはりその心筋炎のような症状が起きたときに、処置すればですね、まあ、まあ、さほど問題ではないんですよね。うん、いわゆる 副作用、副反応って言ったかな、副反応の、まあ、重篤化は防げるというふうになってますね。はい。聞いて、頑張ってもう一本論文出せるかも。おお、頑張るね。すごいですね。はい。ガース頑張ったと思いますよ、私もね。韓国ペナルティ問題があるんですね。外交やらかした、まあ、いつもやってますけどね、あそこね。中村さん、こんばんは。発熱する人、頭痛する人、腕が重たい人、他どうしていろんな症状が出るのでしょうか。このワクチンね、本当にね、そういうのがね、わからないんですよね。だから正直言って打ってみないと、その副反応がわからない。で、まあ、一番多いのがね、やっぱ痛み、患部の痛み、ですね。まあ、他の接種でも痛みはあるんですけどね。ただまあ、ちょっと長いかな。それはありますね。あとまあ、発熱の、要するに割合、これが圧倒的に多い。で、我が国はですね、お若い方を中心に、出やすい、特に出やすいですね。はい。というのがありますね。はいはい。すいませんね、今日ちょっと、終えてないのでね。はい。そうですね。あと、接種の枠がすぐに埋まる若手、そうですね。若い人は自分が重篤化する可能性が低いのに、副反応あるなんて、面倒じゃんという考え方があるのでは。我が国に関してはね、そうでもないんですよね。単純に受けたくても受けられない人っていうのが結構多いですね。まあ、アンケート上の話ですよ。実際にこう、ね、接種進めていったらどうなるかっていうのは分かりませんけれど、アンケート上はね、そうなんですよ。心筋炎の、予防の仕方が分かればノーベル賞もの。まあ、それはあります。だからもう、結局ね、心筋炎のもしね、兆候が出た場合はですね、まあ、心筋炎って相当胸が苦しくなるはずなんですね。で、やっぱりそれを診断した場合はですね、まあ、適切にすぐ入院をしてですね、処置をするというのがね、非常に大事ですね。接種後の解熱剤服用で抗体価が下がる論文は、感染症、そうですね、学会内である程度支持されてきましたね。そうですね。確かにね、解熱剤飲んじゃった場合はね、まあ、ある程度抗体価が下がるっていうね、論があるようですね。ここは宇崎ちゃんに煽ってもらいましょうって、そこか。はい、篠の相方さん、こんばんは、初見です、質問です。実効接種者数はコロナウイルスについても適用されると思いますか？それは思いますね。はい、というのはやはりね、実効再生産数が下がってくると、あからさまに感染率下がるんですね。
ただ、感染率とこう死亡ってあるじゃないですか。で、要するに感染した日って大体2週間くらい前で推定するのが正しいと思うんですね。で、そうするとやっぱりその実効再生数とその死亡者数っていうのはやっぱり大体2週間ぐらいのズレが出てくるんで、まあ、この感染症に関しても、それは例外ではないかなというのがね、あると思います。ありますね、はい。かかりつけ医でなら、打ってる制度も割と足引っ張ってる。そうですね、かかりつけ医でなくてもね、うん、足引っ張りますね。若いとかかりつけ医いない場合が多いから、大規模接種とかの予約競争になる。それありますね。やっぱり若いと物理的にね、病院にかかる、ね、ことが少なくなりますからね。心筋炎は胸痛より呼吸困難の方が強い。そうですね、相当苦しくなります。うん、呼吸がね、なんていうのかな、すごくこう違和感が出るんですね。なんていうのかな、まあ、ぜんめいのような、なんというか、こう、よくね、そういうふうにお話はしますけどね。はい。胸が痛いのは、そうですね、心筋梗塞の症、まあ、ちょっと違うけど、まあね、そうですね、似てますね。はい。ワクチンミサ、あ、わかったわかったね。テネパーマさん、こんばんは。大学生10人遊びに行ったらしく、9人が感染、1人は接種済みだったそうです。おお、なるほどね。近所の話、あ、結構ね、接種ね、ありがとうございます。はい。結構ね、まあだからね、まあ接種率が正直言って、今、1回目で62ぐらいですね。で、まあ、この調子で上がってくればいいんですけど、まあ、この時事メディカルの記事でですね、この、あずさ監査法人のね、水口さんがおっしゃってることって、これ、まんざらね、まあ、間違えてないなって、意外なのこの現実的なラインだなっていうところなんですね。で、まあ、今の現在の状況ね、どういう状況かっていうと、まあ、我が国は結構60代以上に関してもですね、80% ぐらいここは行ってるかなと。で、ただね、40代、50代がですね、まだね、60% はね、超えてないんですね。で、20代、30代に関してはね、45% っていうのがね、まあこれ避けがたい数字なんですよね。だからできれば20代、30代が 75%、40代が 80% を目指しているところなんですけれども、実際にこれは起きてはいけないという数字がですね、40代、50代が 60%、20代、30代が 45% っていうところなので、今現在この数字もまだ達していないので、やっぱりね、その、なんて言ったらいいかな、まあ、集団免疫の獲得にはちょうど遠いんですよね。だから重症化しないっていう部分もあるんですけれども、まあどうしてもね、この状況かなっちゃうとね、ブレイクスルーしちゃいますよね。インフルエンザに関しても、やはりこう、まあ、インフルエンザはね、そんなにこう、どちらかっていうと、その、重症化を避けるっていう方が、まあ、趣を置くワクチンなので、予防効果ってものに関してはね、そんなにこう高くはないんですよ、もともとね。だから接種してもこう、まあ、私みたいにこう発症するっていうのが多いんですけれども、ただまあ重症化しなくてね、まあ、とりあえず命に関わるようなことはないっていう部分ではね、非常に効果はあるんですけども、はい。ってとこですね。はいはい。筋繊維が、痛みを感じるので、心筋症のような、壊死性の病変も出るし、炎症性病変も出ます。そうなんですよね。なんだからかちょっとね、この説明が難しいところではあるんですけども、まあ、どっちもこう締め付けられる感じはあるんですけどね、ちょっとこうメカニズムがね違うんですね、心筋梗塞とね。だからこう心筋梗塞ってどちらかというとこう、まあ、血液の循環的なものから来るんですね。で、まあ、この場合はですね、まあ、炎症病変も両方来るので、ちょっと説明が難しい。だからもっと苦しいかなって感じでありますね。結構分かりやすいと思います。はい。その大学でも確保が難しいんですよね。いや、本当にそれは思いますよね。あかりさん、こんばんは。はい。すずめさんも、こんばんは。はい。インフルは治療薬ありますからね。そこです。インフルはね、まだ治療薬ある。まあ、あるって言っても、1日変わるか変わらないかなんですけどね。あれ飲んでもね。あんまり正直言ってインフルエンザの治療薬って私はあまりお勧めしてないところありますね。あんまりお勧めしないですね、正直言って。
っていうか、どうもあれなんですよね、こう、まあ、インフルエンザの治療薬に関してはね、どうもお金もったいない、お金もったいない感が私の中では強いんで、あんまりね、こう、率先としては出してないですね。はい。教科書検定です、旅行。なるほどね。にしても、何にしても沖縄県知事は何から逃げ回っているのやら、あ、なんか逃げてるんですか、よくわかんないですけどね。はい。今回の、心筋炎、何を使いますか、抗菌薬入れる派です。はい、抗菌薬入れる派でございます。はい。まあ、そうだね。まあ、現況を考えると、もうガイドライン通りしかできないですよね、先生ね。わかんないからね。まあ、通常の心筋炎治療でいいとは思いますけれどね。はい、続けて質問ですいません。実効再生産数の動きは日本とヨーロッパ、特にフランスとイギリスでは異なっていると考えられると。全然違いますね。そうです。というのはその、ね、死亡者数の違いもあるんですけど、まあ我が国って、ワクチンのね、まあ、本格的な打ち出したのが遅いんです遅いんです、正直言って、だから他の国と比べるとですね、実効再生産数もですね、まあ、動き自体も、まあ、こう極端な動きをしないんですよね、実効再生産数がね。でやっぱりその実効再生産数が上がるときって、まあ、そのだから2週間前とか1週間前にある程度その要因を持ってくるんですよね。ただ他の国の場合はそれが特に要因とかなくですね、実効再生産数が結構その我が国の倍ぐらいですね、2とか、下手するとその12とかそういうところでこう動いてるんで、指してる意味がだいぶ違うんですね。見方としてその実効再生産数の見方自体がちょっとこう変わってくるのかなと、海外の場合ね。だから海外で我が国と同じ実効再生産数を、もし示してたらもう収束になってしまいますね。そのぐらい違います。はい。というところかな。ああ、なるほどね。必要に応じて使う派。ステロイド入れるときに予防的に入れる先生もいるみたい。そうですね。やっぱりね、まあ、循環器がこんなことなんですけど、やはりね、通常の心筋炎の治療だと、やはり、なんていうのかな。こう病原菌っていうのかな、元の要するに心筋の元を起こしているウイルスとかが特定できていることが多いんですよね。で今回に関しては相手がウイルスではないので、どう炎症を収めるかっていうと、やっぱり、そうそう、心内膜炎はね、確かにね、抗菌剤入れた方がいいですけど、正直言ってね、その一番こうなんていうのかな、まあ重症なラインで、処置をしていくっていう考え方になりますよね。インフルエンザワクチンを打つようになってからインフルエンザにかかってないので効いてるんだろうなと思ってます。今年もマスクしているからならなそう。そうですね。まあね、これも人によってそれぞれなんですよ。もう毎年かかってた人がワクチン打つようになってかからなくなるっていう、まあ、ことがほとんどなんですけども、実際だからまあ、結構私も、ね、その時期になると、まあ、濃厚接触多くなるわけですよ、マスクしててもね。でそうするとやっぱりね、いくらワクチン打っててもね、やっぱ感染するぐらいはしますね濃厚接触ってね、結構ね、ワクチン打っててもまあ、どんなでも舐めちゃいけないですね。やっぱそういうところはありますよね。まあその肝炎とかはね、その、まあ、ワクチンのそのなんていうのかな、まあね、効果が高いというふうに言われてますけれども、まあ、ただ実際にね、まあ、今度ね、その B 型肝炎と同じ方法で作ったコロナワクチンというのが、まあね、承認されてね、まあ、そちらもこう使われるようになってくると思うんですよね。一応これはね、完全に我が国で生産をしていくもので、まあ、米国のね、ライセンスなんですけどね。はい。
基本は1を下回ると就職すると解説あるのですが、そういった意味では自己再生産数が意味出さないと考えています。あ、なるほどね。はい、失礼いたしましたということで、あ、はい、まあね、確かにね、まあ、1を下回ればね、まあ開始、基本は1を下回るね。まあね、実際今どういう状況かっていうと、まあ、実効再生産数がもう正直1を下回ってると、1人が1人以下にしか感染させてないってことですからね。だからそうすると確かに実効再生産数を見てる意味がなくなるんですよ。で、実効再生産数を結構焦り始めなきゃいけないのが1から2の間で、もう2を超えたら結構まずいです、正直言って。そうだな、だその1人が何人にうつしてるかってところで、そのウイルスの感染のね、強さを見るんですよ。どのぐらいの感染力があるのかってところね。ラキンゲンはラジウス水素で治る、治んねえよ。民命処方、医学これでやるシリーズ。やんねやんね。はい。すいませんね、今日全然終えてないです。コメントがね、ごめんなさい。はい。ということでね、はい。まあそうだね。まあ、実際にね、インフルエンザ治療薬、リレンザ、イナビル使う先生は頭が弱いのかなって、まあ使わないですね、私もね、リレンザとイナビルはね。まあちょっと怖いですね。本当に人それぞれ、インフルエンザワクチンは毎年打ってるんで、毎年インフル2回かかるし、ゾフルーザも効かない、そう、まあそれある。まあ正直言って、ゾフルーザはね、最初から、ちょっと、と思ったんで、ちょっと私は様子見ましたがね。感染力の指標を実効再生産数ってとこですかね。まあそうですね。そうです。指標ですからね、あくまでね。はい。イエナさん、コンティニューコインありがとうございます。ゾフルーザーダメ。そう。ゾフルーザー、すでに体制持たれてた。そうです。ゾフルーザーね、やっぱ、1回しか出してないですね。まあね、正直言って、いたちごっこなんですよね。で、特にこの、なんていうのかな、まあレトロウイルスの仲間はね、結構そのどうしてもね、変異が早いからね。まあ、だからね、まあそのまあ何のためにね、まあ中国のそのね、実験施設の中で実験してたのかはちょっとね、謎ですけどね。まあコロナウイルスっていうのは結構、まあね、まあこんなような感じのウイルスっていうのはね、結構いたりとかね、まああとはちょっとまあね、怖いものの中までアメーバーとかいますけどね。インフルワクチン打ってないけど20年ぐらいインフルかかってないな。過去に42度出てからかからなくなった。ああ、なるほどね。そう、人間の進化の10の3倍数ですからねって。そうです。逆にそのまあなんていうのかな、そのウイルスの、まあ言ってみればウイルスに、まあ、食い殺されないように人類が、ね、あの手この手の方法でこう生き残ってきたっていうのが、まあ、今までのそのウイルスと人間のこの関わりですからね。はい、肺にウイルスは溜まってるのは分かってるんですが、吸入でやったことで粒子がそこまで肺の深部に浸透するとは思えない。まあそうですね。大型は免疫強いですって記事に出てます。まあね、まああります。はいはい、コテニコインありがとうございます。まあ本当にね、そういうのありますからね。だからまあこの記事結構まとえてるなと思いましたよ、読んでて。正直言ってね、まあおそらくまあこれを見てるのかなと思いましたけどね。私がこう、これ多分みんな見れないんじゃないかなと思うんですけど、世界統計なんですけどね、これなんだっけ、オアワールドインデータ。あ、でもこれ見れるかもしれないな。これなんか、でも、これ会員登録必要だった気がするな。
はい。ですね。そうだね。はい、そうですね。あ、これ見れるかもしれないですね。オックスフォード、そうだね。あ、違う。あ、ダメか、これやっぱり。うん。オアワールド、インデータというやつですけどね。うん。はい。いうところですかね。はい、本当字がちっちゃいな、今日は。はい。ゆっくまの動画見てたら、天空、南海の観光特急に乗りたくなってきた。あ、いいですね。あれね。100歩譲って、ラピアクターかタミフル。まあ、タミフルでしょうね。まあ、そもそもね、商人にね、やっぱり、まあ、一番、量のことを考えるとタミフルになっちゃうんだよね。ハイネウイルス、あ、はい、これ見ましたね。はい、ありがとうございます。ということで、すいません。ちょっとこの、コメントが全然追い切れてなくて、本当に申し訳ないですね。はい、今日はね。はい。いや、本当にね、実際ね、重症低いのに、本当、重症化低いのに打って副反応出るのがあって、まあね、本当、打たないっていう家族2人いるってことですけど、まあね、そう考えた方はそう考えた方で仕方ないと思うんですけどね、まあ、ただな、打った方がいいと思うよ。実際ね、このウイルス、感染してもまた感染するんです。というのは、その、コロナウイルスの抗体、これ形成されてても、もともと変異しちゃうんですね。変異しちゃうものなので、抗体があっても、まあ、今の時点ではね、再感染はないんですけど、例えばそのウイルスがまた変異していくとですね、その段階で感染するっていうものなんですね。だから、まあ、そこはね、やっぱりインフルエンザの、まあ、遠いと、まあ、遠くもねえか、まあ、仲間なので、まあ、同じようなふうに変異し続けるのかなっていうのはね、まあ、予想に値するところではあるんですけどね。はい、だから、まあ、実際ね、そう、エイズウイルスの構造が入ってますってなりますね。本当にもうあれですよね。まあ、意図的に、そのウイルスを漏らしたのか、それとも間違えて漏れたのか分かりませんけれども、まあね、そう、ゾフルーザはかなり論外かな、確かにね。そうですね、注射剤だから使いづらいラピアクータが一番いい、そうですね、確かにね。症状に応じて、そうですね、量調整できますからね。まあ、それありますね。はい、いやー、まあね、正直言って、まあいろいろね、まあこう言われてはいますけども、ワクチンに関してはね、これね、効果を疑いようがないところあるんですよね。だからそのやっぱり実際重症化させてないのも事実ですし、でやっぱり接種後2週間、だから2回目の接種が終わって2週間経っていると、やはりですね、死亡例が現状ないというのもありますから、まあ、本当にだからそのね、実際だからその本当はね、UAE がね、しっかりとデータを取っててね、UAE のデータが分かればいいんですけど、まあ、あの国いろいろ分かんないとこありますからね。どう考えても間違いなく漏れたから、とにかく、混乱させまくる情報をまいているのに、一票、あいつら雑やもの。そうですよね。そうです。私もね、どう考えてもね、間違えて漏れている。そう思います。はい。カッパは良いとしても、臭い株は、確かにね。名前的にダサいという意見についてどう思われますか？まあ確かにね、ギリシャ文字ですからね、あれね。ギリシャ文字でいくと確かに臭いってなっちゃいますからね。まあね、日本語でやっぱり意味考えちゃうとなかなかちょっとあれですよね。名前的にちょっとアウトですかもしれないですよね。夏さん、こんばんは。はい、遅刻しましたってことで大丈夫ですよ。はい。最初は副反応。
だから嫌だから打てないと言ってた字なんですが、打つことに考えを変えてくれました。うん、まあね、やっぱあれですね。そこは、ご本人がね、やっぱりこういろいろと、周りをこう様子を見たりとかね、こう実際に効果とかをね、なんか自分自身でやっぱり考えてね、いろいろなものを見るとですね、だからやっぱりその相対的に見たときにどうするべきかっていうのはこれ考えられると思うんですよね。こういうところはその例えばですよ、まあ、変な話をしますけれども、ちょっとね、身内の嫌な話をしますけれども、医療従事者で、この今回のワクチンに関して、異常にこう反ワクチンな人間っているじゃないですか。で、それらの人間っていうのは、それなりに、なんていうのかな、まあ、すごく雑な言葉で言いますけれども、科学に対して決して分かってないわけじゃないんですよね。ただ、すごくその勉強不足で、偏った知識の方だけをこう取っていくんですよ。で、そうすることで何が起きるかっていうと、やっぱり、このワクチンは危ないみたいな発想が出てくるんですね。で、これはやはりこの、まあ、ワクチンのことに関してとか、それからそのいわゆるその公にあまり発表していない研究結果とか、そういうところにこう、目がいってないのかなっていうふうには思うんですね。でどうしても、そういったものっていうのは人がこう授けてくれる情報ではないので、自分でねやはり情報を取りに行かないとアクセスできないところにあるんですよ。特にそのメッセンジャーが何で始まるメッセンジャー RNA 技術をね、どうしてこの必要としたかっていうところをこう取りに行った時に、まあ、なぜなぜっていうところが分かったりするんですね。で遺伝子組み換えとかね、まあ、B 型肝炎に使ってたりとかする方法なんですけれども、そういうのとかもね、こうなぜそれが必要になってるかとか、そういうのをね、なぜなぜどうしてどうしてを調べていかないとね、やっぱりこう分からないところはあるんですね。で、まあ、科学的にこう見たときにどうしてもまあ当たり前ですけど結果重視になってくるので、そうすると結果の検証だけしか見なくなるんです。でそうするとどういうことが起きてくるかっていうと、プロセスって理解できなくなっちゃうんですね。なぜそれを、作り始めたかっていうね。だからね、起承転結っていう部分で、非常にね、その起の部分、なぜっていう部分がね、どうしても落ちやすいっていうところがあるんですよね。まあ、その要するに典型としてどういうところで見間違えるかっていうと、まあ確かにね先生それまずい、ちょっと読めないよ、まあね、まあ確かにね、まあ言っていいのかな、ある程度のワクチン、まあね、あの程度のワクチンでビビるなら、まあ薬とか飲まない方が良いと思うって、まあその通りなんだよね実際に。だからね、科学者ってやっぱね 100% 目指しちゃうんですよ。で特にその医療以外の科学者って 100% 目指しちゃうんですね。だいすに 100% の結果を得られてないものは科学じゃない的なことを言い出すんですよ。どうしてもこれはね、そういうふうに至るんですよね。ただそれは医学では無理なんで、医学っていうのはもともとその 100% を目指しながら6割とか7割のところで、まあ現状これでよ、ね、ベストだよというよりはベターだよというところでやっぱりやっていくので、そこの考え方が他の科学とは全く異なるところ、これは確かです。だから例えばその、他の要するに、だから医学系ではなくて理工系の科学者とかがそのワクチンの方を捉えたときに、どういう判断をするかっていうと、なんて言ったらいいかな、そのまあ関数、まあそうだな、関数立てちゃうと説明が難しくなるな。結局ね、まあ、簡単に言っちゃえばその 100% を目指しちゃう、100% じゃなきゃダメって言いたがるんですね。だからせめて 90% を目指せって言うんですけど、今回のワクチンたまたまですよ、その効果が、90% とか叩き出してるじゃないですか。予防が 90% とか 95% とか叩き出してますけども、それは、まあ、偶然にできちゃったんですね、そういうのがね。で実際にだからいいところを、まあ、正しくやってたらやっぱりね、今までのワクチンの通りなんですよ。まあ半分予防できれば、まあ、かなり優等生かなっていうところだったんですよね。
それがなんかね、こう作ってみたらかなりチート級のワクチンができてしまったっていうのが、これが正しいところなんですよ、今回のね。だそうなんです、はい、どんな薬でも、例えば血圧の薬でも副作用や副反応は出るものだと思っているので、私は打つことにしましたねって、まあそうなんですよ。薬って結構そのなんていうのかな、開発のコンセプトね、開発のコンセプト、少なくとも株価に影響しているので、空売り勢がばらまいているという陰謀説。まあね、確かにね。まあでも株価はね、もっとあれですよ、デリケートに反応しますよ、株って。株でね、結構空売りしてもね、全然な知れたもんですよ、数としてはね。はい、渡部さんこんばんは。はい、抗インフレーション薬実験用、ヒルキャットさんこんばんは。実験用のネズミくんならともかく、人間個体差があるんだから全部に全部同じ効果がなるわけがないんですけど、どうしてもそれを目指すんですよね。だからそれは医学系の科学を理解していればそういう考えは出ないんですけども、でもその一般的にそのなんていうのかな、科学者って言われる人たちってどうしてもそういうのは目指したがりますよね。人間の場合個体差が動物実験以上に実は触れるんですね、ブレるんですよ。だからその動物実験の中でも、こう動物実験ってかなりなこう確率で、いかないと、まあ実用化されないっていうのがね、まあ通例ではあったんですけどね。確かにね、抗体剤とか合わないときの方がワクチンの副反応よりも怖い。ありますね。まあ私も大昔ですけどね、パキシルと薬でね、もうゲボゲボ吐いたことありますからね。まあ効果が出るまでにね、やはりちょっとかかる薬なんですよ、時間がね。飲んですぐ効く薬じゃないんで。飲んで3日目で吐き始めてずっと吐いてましたからね。結局合わなくてやめましたけど。はい。そうそう、パクシルね。はい。子供の頃から治療云々の薬飲んだり、ワクチン、採血、いろいろやってきたので、今更、コロナワクチン拒否、接種拒否しなくていいかなって言ったら説得力あるって言われた。確かにね。そう。パキシルはやばいって。まあね。まあ、パキシルもだから聞く人には聞くんですよ。聞く人には聞くんですけど、まあね、極端にその触れることがあるわけですよ。だから、普通にその、まあ、口から飲むお薬のことをね、経口薬なんて言い方をしますけれども、まあ、それでもあるんですよ。重篤な副作用って、こう、だから、一定数でね。だからお薬ってそういうものなんで、だからもうかといって、それをね、なんていうのかな、だからそれだけ取って、やめましょうってなってたら、まあ、結局、何も使えなくなっちゃいますよね。そうなんです、たまにあれがめっちゃ効く人がいる、その通りですね。はい、あさって予約できるかもです。打ちます。あ、そうなんですね。ぜひ、まあね。はい。でも副反応に対する一応さ、備えはしといてくださいね。翌日、こうね、予定を入れないとかね、しといていただければと思いますよ。はい。パクチーを口に鼻に詰め込んだような状態になります。パキシル、嘘。面白いこと言うね。市販薬乱用についての朝の番組で、特集組んでました。そうですよ。市販薬の乱用って、これ身近なやばいですよ。そこもね、こう、まあ、いろいろね、こうどういうふうにね、組み立てたらよいかなっていうのは、ちょっと、まあ、努力してみたことはあるんですけどね、こう、配信するネタでね。ただね、市販薬の乱用についてはですね、こう具体例を出してね、実際にこう保険薬の実薬名出すのと、市販薬のですね、実薬名を出すのではですね、これ私にかかってくるリスクが変わってくるんですね。保険薬はですね、いいんです。全然抗議をされてもですね、全然そこはね、対応できるんですけど、市販薬はですね、対応ができないんですね。そこが困っちゃうところなんで、想定外のところにご迷惑かかってしまうんでね。
あ、そう、ビオフェルミン S とかね、コーラックの乱用とか、コーラックはさすがにまずいから言えます。うん、あれはまずいです。うん、結局、コーラックをずっと、まあ、主成分、セナリドですから、うん、あれはちょっと厳しいですね。うん、はい。そうなんですよ。例外出すと、そうなんですよ。例外出す、例出すとね、リスクが大なんですよ。うん、だからね、ちょっとそれはね、そう、センダーはやばいんですよ。うん、どのくらいまずいかっていうとね、センダーって、もうその、ずっとこうね、操用し続けると何が起きるかっていうと、まあ自分でね、腸の痙攣を起こして排便するっていう動き自体をですね、もうやめさせてしまうんですね。ずっとこう、常用してしまうと。うん、だから、コーラックってお薬はね、確かに飲んだときは出るんです。だからどうにもならないときはそれでいいと思うんですけどね。あ、そうです、そうです。センロシドですね。そうです、そうです、そうです、そうです。はい。まあ、センナリドとかいろいろありますけどね。はい。ノドノールが一昔前に流行ったという話ですね。そうですね。ノドノールスプレーね。うん、そうです。あのね、腸の粘膜も真っ黒になりますよって。そうです、そうです、そうです。うん、ね、センナリド系ね。まあ、コーラックとかね。あ、ヨーデルね、あ、懐かしいですね。ジェネリック薬品なんですけどね、下剤でヨーデルっていうのがありますね。ヨーデルって言ってますけど、ヨーデルね、はい。市販薬でもあるビオフェルミン、あと毒にも薬にもならないレベルならメンタムの乱用は、まあね、セクシー分野でね、うん、下痢がひどくて軽く下血気味、ありますね、うん、ポリープは見つけやすいんですけどね、あ、うんうんうん、まあ確かにね、まあ、結局、なんていうのかな、まあ、内視鏡をするようなことになりますからね。まあ、そうすると見つけやすくなりますよね。まあ、いろいろとですね、ございますけどね。はい。まあ、でも、どうなのかな。やっぱりね、この、お薬のリスクを考えるときに、まあ、ワクチンって実際その薬みたいにこうパッと飲んで、副作用が出るとか、正直、まあ、お薬全体そうなんですよ、これ、うん、例えば何かすでに病気になっていて、これが治りましたっていうと分かりやすいんですね。ただワクチンの場合、病気になっていないところに予防するために接種するので、実際にその何ていうのかな、かかった人とかかってない人のリスク、うん、これと、接種した人 の, 要するに罹患率を比べるしかないんですよね。だから、まあ単純にその、まあ、すごく極端な言い方をすると、天然痘みたいに最終的に患者がゼロになれば効果があったのかなって誰もが分かるんですけども、まあ、そうじゃなくて、そのインフルエンザ的にね、重症化することを防いだりとか、毎年変わっていく、変異していくウイルスに対して、その都度その都度対応していくってことを考えると、まあね、これは非常に効果としては見にくい、分かりにくいっていうのはあるんですね。ただ、まあ、ワクチンっていうのはね、まあ、このいろいろなアプローチをしないとですね、その効果自体が分かりづらい、非常に分かりづらい、うん、これはありますね。はい、うん、そうなんですよ。だからインフルワクチン接種してもかかるじゃないですか。私もそうなんですけど、ただいわゆるこう、なんていうのかな、もうそれこそだからもうこう、うわー、飯も食えねえとか、そういう状態にはならないわけですよね。ずっとこう、まあ、何歳かな、まあ、ずっと点滴されたりとか、そこまでひどくならない。排便の状況にもよる。ラキソか。マグミットが排便で処方される。まあね。そういえば今回、なぜ予防接種ではなくワクチンって表現してるんですか？ああ、いや、いつも予防接種じゃなくて、大体私、あれですよ、うん。ワクチンとか予防接種って言いますよ。あ、そういえばそうですね。公式な発表の仕方ですよね。ああ、そうですね。おそらくね、あれですよ。予防の効果が、まあ、当初から言われてたのが、長く持たない、あんまり、って言われてたんですよね。だから、それも思ったより長持ちしてるのはありますよね。だから、おそらくワクチンという見方をしたのかなって、私は解釈してましたね。ラキソペロンも変わらんかな。まあね。
そう、短命的ってありますよ。ただ思ったより伸びてますよね。最初このワクチン2ヶ月ぐらいじゃないかって言われてましたから最初ね2ヶ月なり3ヶ月持ってるって話になって、で4ヶ月持ってるよって言って、で2回目接種した時のブーストの話とかね、出てきて、まあ結局は持ってるのかなっていうところですよね。で3回目打てば結構伸びるよって話なんで、まあ結構いいかなって。そうですそうです、当初はそうでした。当初はね、最初2ヶ月ぐらいかなって言ってましたね。はい、ワクチンを英語で嫌です、はい、そうです、予防接種ですって言えばまだね、反対勢力は静かだったかもと。ああ、まあ確かにね。アミティーザー、グーフィス、リンゼス、酸化マグネシウムあたりが良いかな。まあね、まあ、酸化マグネシウムって何気にね、地味にいいお薬なんですよ。2ヶ月とか3ヶ月とかって論拠は何だったんでしょう。長所のですよね。だからやはり所詮はそういう作りだなっていうふうに言われてたんですよ。だから最初効果もそんなに高いと思ってな、作った時はそう思ってたらしいですね。ただ実際にその接種してみたら、そのさっきもお話ししましたけど、効果がチート級だったっていうのはありますよね。はい、ってところかな。はいはいね、はい、ということでですね、まあ大体残り3分、切ってきましたね。お時間お知らせありがとうございます。そうですね、まあ、酸化マグネシウムとかね、まあ、本当に、まあ、そういうので、ね、しっかり出した方がいいです。酸化マグネシウム 2g、はい、そうですね、はい、早急に作ったからそのぐらいだろうみたいな感じですかね。最初そうでした。だから要するに、まずその一番最初はね、いかにその重症化を止めるか、とりあえず重症化を止めなきゃいけない、そこで来ましたからね、このワクチンね。3回打ったら3年ぐらい持続しそうな気がしてきた。なんかね、まあおそらくもう当初言われてたのは、インフルエンザみたいに毎年打たなきゃいけないかな、インフルエンザより持たないかなって最初言われてましたよ。ただ今となっておそらく、まあ季節性のインフルエンザみたいな感じの立て付けになるのかなというふうに思いますね。酸化マグネシウム、そっちがいい。まあね、2回でもねって感じでね。はい、まあこのワクチンに関しては本当にエビデンスの紐解き方が実際にこう、まあね、まあちょっと専門的な知識というか、その科学的な観点から見ると、逆にそういう色目で見てしまうと理解するのが本当に難しいのかなというのが正直思いますね。毎年副反応になると、まあきついですよね、実際ね。だまあその辺はね、改良されていくんじゃないかなと思いますね。かつてのインフルエンザの接種ってすごかったんですよ、副反応。毎年ね。はい、だいぶやっぱり予防接種ってね、バージョンアップされていくんで、そこは大丈夫ですよ。はい、ってことでですね、はい、本日もドクターラスカル2330ライブ配信をご視聴いただきありがとうございます。 YouTube でお聞きの方は右下のラスカルアイコンからぜひチャンネル登録をお願いします。ニコニコ生放送ツイキャスショールームオープンレコ TV でお聞きの方はフォローをお願いします。本日も夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。お休みの方はゆっくりお休みください。夜勤当直など、今時刻現在お仕事勤務中の方は朝まで長いですが、事故のないよう安全第一で頑張りましょうということで、ではお疲れ様でございました。おやすみなさい。